最近ですね、ちょっとジム通いを始めてて、家の近くに一軒、まあ、手軽に行けるようなジムがあるんですけど、今日はちょっとプールがついてるジムを見に来ました。プールもね、全身運動になると思うんで、たまにはね、入りに来ようと思って。で、まあ、ジムに今行ってる目的は、ちょっとこの胸とか腕をですね、ちょっと大きくしようかなと思って、結構高い負荷の運動を目的にジムには通ってます。まあ、痩せるとかはね、もう必要あんまりないんで、僕はもともとそんな太ってもないし、食生活は割ときっちりしてるんで、あとは筋肉ですよね。この辺の、まあ、胸板がちょっと、まだちょっと薄いかなっていう感じと、腕も太さはあるけど、筋肉が、つきがまだ、筋肉質に見えない感じなんで、今、ずっと運動してなかったんで、だからその辺をちょっと鍛え直そうと思って。で、まあ、頻度に関しては、週3ぐらいですかね、平均で。まあ、あんまりにも筋肉に疲労が溜まって、全身ダメな時はもう行かないし、上半身だけ筋肉痛だけど、下半身空いてるなっていう時は下半身も行ったりとか、なんかそういう感じでバランス取っていけばいいんじゃないかなと思ってやってます。まあ筋トレ自体も初心者なんで、まあまあ時間はかかるかもしれないけど、まあちゃんと通ってればね、あと YouTube とかでまあ学習しながらですね、やっていけば結果は出てくると思います。まあこういうのもコツコツやるのが大事。で、運動することによって、テストスタロンだと、ちょっと名前忘れたんですけど、まあそういった男性ホルモンですかね。まあ体にも精神的にもいいようなホルモンの分泌が筋トレすることによっても出るし、逆に言うと運動しない方がおかしいと。人間はそういう生き物ですね。で、やっぱりね、みっともない体っていうのは人間性を表すと思ってるんですよ、僕は。どんなにいいこと言ったって腹ポヨンって出てて、ハゲてて、なんかだらしなかったら、僕はもうこいつダメだなとか思っちゃう。心身ともに充実してないのか、ちょっと問題ありなんだろうなっていうのを思うんで、まあ僕も人のことを言えるほど立派な人間ではありませんが、まあまあマインドはかっちりしてると思います。割と。まあ、会う人と会わない人がすっごい極端ですけど、まあ、これから体を作り上げてね、僕は心身ともにまだまだ成長していこうという心づもりです。ということで、ジムの中ちょっと見てみましょう。で、ここはですね、1日利用で23万5千キープ。なので2千円弱ですね。もうちょっと手頃な価格かと思ったけど、結構する。なんかサウナとプールとカフェみたいなのも一応ついてて、まあ一日過ごそうと思ったら過ごせるんですけど、それにしてもジムにしては結構な高額ですね、ここは。で、まず入り口入るとこんな感じで、ここはカフェかな。だから一応ここでも仕事ができるっちゃできますね。まあ一日ここで過ごそうかな、今日。で、こっちのカフェの奥に行くと、プールがある。後で泳いでみようと思います。コーヒーとかご飯もありますね。コーヒーもそんなに高くない。まあ、入場料がちょっと高いけど、中入ったらそんなにですね。ジムは、こんな感じ。これが1階なんですけど、まあそんなに広くもないし、まあ普通のジムっていう感じですかね。ラオスのジムにしたら広いかなっていう感じ。2階もあるみたいですね。2階もこの歩く用のマシンと、ちょっとしたスペース。まあダンスしたりとか、エアロビしたりとかするんじゃないですかね、ここはね。で、ボクシング用のサンドバッグがあったり。まあ、ラオス人にはかなり高額なんで、1日2000円とか。なので、人が少なくて快適ではある。いろいろ多分イベントとかもありそうですよね。フィットネスクラス。
あ、ヒートとか、ああこういうのに参加できるんでしょう多分。あの入場料だけ払っとけば、だいたい6時頃から何か始まるらしい。ここはロッカールームと。これなんかタッチするやつが必要なんじゃないかと思うけど、俺渡されてないんですよね。今このタグをもらいました。ここのロッカーに使えるタグと、あと入り口で使えるタグ、これがねデポジットが必要で、5万キープのデポジットと、今タオルも一緒にもらったんですけど、これも5万キープのデポジット、10万キープデポジット入れたらタオルとこのタグがもらえます。ということでですね、まずはちょっとサウナに入りましょう。体を温める。まずはサウナで体をちょっと温めて、プールにドボンして水風呂代わりにしながら、もう3分ぐらい全力で泳ぐっていうのをやって、それを2回ぐらいやる。そしたら紫外線のねダメージも最低限に抑えながら、体も温まった状態で運動ができると、多分そんな感じで。まあ最近もちょっと調べたんですけど、紫外線って浴びない方がいいよねみたいな、やっぱ話ってあるじゃないですか。まあ、特に肌の老化に関して影響が強いと、紫外線は。まあ昨今のその環境によってっていうのもあるらしいんですよ。紫外線がやっぱ強くなってる。で、より一層気をつけなければならないと。ただ、日焼け止め塗って一切紫外線を浴びないっていうのは、そんなに健康的じゃないらしいんですよね。ちょっとこの GoPro 地面に置くか。まあご存知の方も多いと思うんですけど、人間っていうのは紫外線を浴びることによってビタミン D が生成されるらしいんですよ。されるらしいというかされるんですね。で、そのビタミン D は食物から取ることもできるんですけど、その性質が違うらしくて、やっぱり紫外線を浴びたことで生成されるものの方がより良いものなんですよね。だから一切紫外線を浴びずに、ビタミン D は食物で摂ってるから大丈夫みたいな考えは間違いみたいです。なので日光浴っていうのはある程度した方がいいという話を僕は今んとこ信じてます。信じてますっていうか多分正解なんですけど、まあ、一切紫外線を浴びない方がいいっていう人もまあいるので、まあそれは肌の老化とか、まあ、日焼けしたくない人とか、まあそういう人だと思うんですけど、で、まあ、どれぐらい紫外線って浴びた方がいいのみたいなもうちょっと調べたんですよ。やっぱ気になるじゃないですか。肌へのダメージを最小限にしてビタミン D を生成するにはどれぐらいの時間がベストなんだみたいな。まあこれは一人の人の意見しか聞いてないのでわかりませんが、夏の紫外線でだいたい5分とか、冬の紫外線でだいたい20分って言ってました。まあ本当にこれあくまで参考なんで、鵜呑みにはしない方がいいと思うんですが、半袖とかですよね。肌をやっぱ露出した状態で、まあ、5分とかっていうことです。露出の面積が少なすぎると、やっぱり紫外線当たる部分も少なくて、ビタミン D の生成も少なくなっちゃうということみたいです。で、その日光浴で一番いいのは朝ですね。朝はやっぱ日光に当たることによって幸せホルモンっていうのが出ると。それはビタミン D とはまた別に。だから朝の5分ぐらいの日光浴プラス散歩ぐらいが一番いいと僕は思ってます。朝散歩っていうね。プラス紫外線を浴びる。まあ本当にもう絶対日焼けしたくないんだっていう人はできないですよね。でもね、これね。水をかけて。あったかくしてみました。僕はある程度紫外線浴びて、まあ日焼けちょっとするかもしれないけど、ビタミン D 優勢思想ですね。で、その朝の日光浴に関しては日焼け止めは一切塗らない。塗ったらやっぱり効果がめちゃくちゃ激減するらしいんですよ。まあ紫外線にも種類はあるんですけど、ビタミン D を生成してくれるような紫外線までカットしてしまうと、生成率が 5% ぐらいになるんだったかな。
とにかくほとんど意味がなくなっちゃうらしいんで、ただただ暑いだけっていう。なので日焼け止めは塗らずに朝の5分ぐらいの日光浴、夏だったら、まあ、冬だったら10分とかから20分ぐらいまでじゃないかなと思います。でこのサウナの間にね、ちょっと若干ストレッチだけしながら体を温めると。このサウナはぬるいっていうか、そんな暑くないんで、体にめちゃくちゃ悪いようなサウナではない。あのラオスのハーバルサウナっていうのはめちゃくちゃ温度が高いんですよ。部屋が狭いんで、その中で外でなんか焚き火かなんかで焚いてるとこが多いと思うんですよね。電気とかじゃなくてガスでもないと思う。なので結構熱々なんで、あそこはね、入りすぎるとあんまり体に良くないんじゃないかなと思います。入りすぎっていうのは良くないらしいですからね。やっぱサウナも適度にならいいらしいんですけど、まあそんな感じでちょっと健康を極めていってます、今。やっぱりね、健康にスマートに行きたいですよね、ラオスにいながら。で、おとつい、まあ健康とはちょっと話がずれるんですけど、まあ、ラオスの女性と結婚した人がいて、その人がちょこちょこラオスに今まで手続きとかで来てたんですけど、まあその人とおとついぐらい会ってですね、日本のお土産もらって、で、とある店に行ったんですよ。でそこが結構面白かったんで、ちょっと紹介しておこうかなと思うんですけど、Google マップの地図にはその店は載ってなかったんですよ。ただそこの近くにアイリッシュパブだったかな、あのアイテックのすぐ近くにある店なんですよ。もうほんと女の子がもうずらーっていて、まあキャバクラみたいなもんですね。指名して隣についてもらうみたいな感じで、一人つけるごとに25万キープって言ってた。でもそこ結構レベルが高くて、もともと僕のラオス人の友達の女の子がいるとこで行ってみたんですけど、飲食店って聞いたらまあそういう店だったんで、もともとそういう店って知らなかったんですよ。でも行ってみたら飯もあるし、女の子可愛いし、みんなスタイル良かったですね。まあそういう風俗系じゃないと思うんですけどね。まあ友達になりたいとかだったらいいのかもしれない。まあそういう店行って、二人でめっちゃ飲み食いして、130万キープぐらい。まあちょっと出してもらったんですけどね、それは。ありがたいことに。めちゃくちゃ楽しかったですよ、そこは。ラオスで綺麗めの女の子と一緒に飲みたいっていう人はおすすめです。で、昨日も横浜さん行って日本食屋の。で、そのラオスの女性と結婚された方も来てくれてですね、猫のお土産を日本から持ってきてくれたんですよ。猫の物資。日本でしか買えないような物資を持ってきてくれて、横浜さんも喜んでました。なんか猫がめちゃくちゃ増えてましたね、横浜さんまた。おぉ、そろそろ暑いな。温まってきた。一回出よう。出て、このままプールにドボン。ちょっとね、プールは衛生状態が僕は心配だったんですけど、ここは水がずーっと流れてるし、そんなに不衛生でもないかなと。人も少ないし。ちょっと入ってみますか。やっぱりちょっと泳いだだけで体力消耗した。これじゃあ多分サーフィンでは通用しないですね。こっちが一番深くて右側がで、左に行くにつれて浅くなる感じのプール。25メーターぐらいですかね、多分これで。いや、こんな波もない何もないプールでちょっと泳いだだけで体力消耗したんで、波があったら多分沖まで今出れないな。
ということで、1回目のついに終了。これぐらいにしとかないと多分顔がめちゃくちゃ焼けると思うんで。いやー、でもいい運動になりますね。まあ、プール歩くだけでも結構いい運動になるみたいな。お年寄りとかね。今日が平日水曜日の今1時2時ぐらいなんですよ。だから全然人いないけど、まあ、みんな仕事終わって5時とか6時になってくるともしかしたら増えてくるかもしれない。1日で23万5千キープですから、結構いいとこの人しか来ないんだと思うんですよね。僕がいつも行ってるとこは1日3万5千キープなんで7倍ぐらい違うんですよ。まあ週1ぐらいで来てもいいですね、こういうとこはね。で、ここはちゃんとプロテインも置いてますね。こんな感じで、まあ自分で作った方が安いとは思うんですけど、ない時はここで購入して代用もできる。まあ、コーヒーはもちろん、サラダも結構いいのがあります。これはチキンサラダ。まあ、トレーニング後にはこういうのがいいですね。メニューも健康的です。やっぱり。ジムだけあって。あとスムージー系もあります。女性が喜びそうな。で、このプロテインドリンクは4万5000キープ。だいたい400円弱。で、一応ここで作業をすることもできます。カフェスペース、ただ電源が少ないんで、このちょっと低い机じゃないとできないっていうのが難点。まあ言えば移動してもいいとは思うんですけど、向こうの机を、まあ今日はちょっとこれでやりましょう。やっぱ高級車が並んでますね、こういう高いジムには。で、今ですね、ちょっとジムの中で仕事しようかなと試みたんですけど、無理そうなんで近くのカフェに移動します。で、そこで仕事して一段落ついたらまたジム戻ってきて、まあ軽めに運動して、で今日は帰ろうかなと思います。なんか6時ぐらいから何かしらヒートとかなんかあるらしいんで、まあそれに参加してみてもいいですね。まあせっかくなんでその辺りも見てみましょう。ここはカフェパカフェ、ジムの近くにあるおしゃれなカフェですね。で、今ですねカフェの閉店時間が来たんで、まあ霧が良かったんで作業終了しました。最近ですね、このヘルメット買ったんですよ。このヘルメット、まあ黒くて中が見えにくいと思うんですけど、これがあることによって警察から止められにくいっていうのがあるんですね。肌をあんまり露出してなかったら、顔も見えなかったら、日本人とか中国人って思われにくいんで、まあ止められる率がちょっと下がるんですよね。だから、まあ、ラオスでバイク乗る人は、なるべく肌を見せない、顔を見せない方が無難です。ここはキッズスペースも完備してますね。で、今が5時ぐらいで、若干人が増えてきましたね。プールで泳いでる人もいました。でですね、今、ジム戻ってきて、もう一回サウナプール1セットやろうと思ったら、ハーバルサウナもあるんですね、ここ。これが、見えるかな？ハーバルの元かな？ハーバルサウナもついてんだ。すげえわ。ちょっと曇って見えないかもしれないんですけど。で、今が5時なんですよ。で、この後6時から何かしらホールでイベントがあって、ちょっとその後6時半から用事があるんでね、まあ、30分だけ見学してみようかなと思ってます。できそうだったら参加する。で、今ですね、ここ夕方になると日陰になるんですよ。だからめちゃくちゃいいですね、環境としては。夕方から入った方が日焼けせずに済む。
で、プールの中にジャグジーがついてますね。ここでゆったりするのもよし、夕方は全然日が照らないんでやっぱいいっすね。こんな感じで寝ながらですね、優雅に。こういうジムとかプールがついたコンドだったら、まあ無料で使えるだろうし、こっちの方がいいかもしれないけど、まあそういう家じゃない場合は、こういうとこにたまに来るのがいいですね。海がないんで、こういうプールじゃないと多分、あと川か、川とかじゃないと泳ぐ機会がないと思うんですよね。だからこういうとこに来れない子とか川遊びをしてない子はもうほぼほぼ泳げないと思います。日本は小学校でもプールの授業とかあるんで、まあ、一部の全く泳げない人を除いては少しは泳げるようになるという感じなんで、まあ僕もそれに助けられてなんとか泳げるんで、サーフィンとかも楽しめるし、こういうプールで泳ぐことも楽しめる。やっぱり結構体力使いますね、プールとか水系っていうのは。知らない間に結構疲労が蓄積してるんで、もうサーフィンの時も海ずっと入ってたら疲労を忘れて結構やってたりするんで、もう帰ったらもう体がバキバキみたいな、次の日仕事やばいみたいな感じでしたね。もう完全に日が落ちましたね。ということで今プール全力で泳ぎ切りました。もう多分今日は疲労マックスだと思う。まあ週1ですね、やっぱりね。でプール入ってここすぐそこにサウナがあるんで、体が冷えないっていうのがいいですね。やっぱ水の中いると体冷えるんで、その後ちょっとサウナで体を温めるっていうのはいいかもしれない。これプールとサウナのセットは神ですね。いやー今日マジで運動した。テストステロンだったからマジめちゃくちゃ出てると思う。今2回来たんですけど、いろいろイベントやってて、ここはバイク、こっちはヨガをやってますね。でこっちがヒート、これをやってみよう。終わりました。
蚊がすごいわ、これは。いやー、マジで疲れた。めちゃくちゃいい運動になりました。ジムでああいうのやったの初めてかもしれない。ヒートってやつと、あと腹筋を鍛えるトレーニングだったと思うんですけど、かなり乳酸溜まってる感じがします。もう明日は多分体バキバキですね。で、今こんな感じでナイトプールにもなってます。ここが9時までなんですね。なので、7時、8時ぐらいに来たら多分もう暗くなってナイトプール的な感じになると思います。ただ夜はちょっと蚊が多くなってくるんで、外でこうやっていると刺される可能性がある。で、雨季に入ってくると、デング熱が流行るらしいんで、ちょっと注意が必要ですね、蚊は。まあ、今日23万5千キープ、ここで払って、まあ、プロテインも飲んで、だいたい30万キープぐらい使ってるんですよ。でもその価値は全然ある。だって2000円強ぐらいですからね。それで、まあ、プール泳いでサウナも使えて、で、さっきのヒートトレーニングみたいなのも参加できて無料で。で、めちゃくちゃ充実した2000円って感じ。下手にね、変なところに2000使うぐらいだったら、こういうところに使って、テストステロンだったっけ、ちょっと名前また忘れたんですけど、ホルモンをね、バンバン分泌させた方がいいと思います。で、今日は今から帰って、まあ、タンパク質をめちゃくちゃ取る。鶏肉で。で、あとプロテイン飲んで。で、明日は多分筋肉痛バリバリなんで、また明日もちゃんとタンパク質取って、睡眠もしっかり取って、体をね、大きくしていこうと思います。これは週1でいいね。週1のヒート。ヒートをバカにしてた。あんなしんどいんだな、っていう感じ。特に足がね、マジで持久力がなさすぎて、これはやばいと思ったからちょっと鍛え直します、また。あ、めちゃくちゃ良かった。マジでおすすめ、このジムは。普段は安い、まあ、3万5千キープのとこ行って、で、週1でここに来ると。ルーティンができそうです。では、帰りましょう。